キューティーです。いや今日はちょっとね、これからとあるね、ところで撮影しに行く途中なんですけど、まあ前結構副紹介やった時結構評判良かったので、今日も、やっていきたいと思います。まずは僕から、やっていきたいと思います。今回はちょっとね、次行くところ百貨店なんですけど、そこがね、なかなかフォーマルなところなので、今回は珍しく革靴で合わせてみました。で、ジャケットがまずします。ジャケットがこちら1930年代の、モールスキンになってますね。本当30年代のモールスキンなので、かなり生地がテロテロですごいいい生地してるんですよね。まあ、僕はあとブラックのモールスキンの30年代もあるんですけど、それの生地とかなり近い生地感です。これに関してはまた次違う動画で紹介します。で、パンツに関してはこれはまあ皆さんご存知であると思うんですけど、グルカパンツ、ついにこれ手に入れました。いやー、これずっと探したんですよね、正直。もう苦節3、4年、5年ぐらい。これもね、本当にかなりこだわって選んだ、品物なので、これに関してもすみません、次紹介したいと思います。で、シャツがこんな感じで、結構オーバーサイズめのものを今日は着てます。ダブル XL ぐらいかな。これまあ友達 の DJ やってる友達のクルーといって、なんだチームとかやってるんですけど、それで作った一着ですね。こんな感じでビッグサイズ、身幅もかなり大きくて効いてるんですけど。次、シューズですね。今日ちょっと若干雨降ってるので、逆にあえてレザー履きました。スニーカーだとね、どうしても浸水しちゃうんですけど、まあ、こういったレザーだったら、浸水しないんで、ちょっと若干もう結構歩いたんで、ちょっとだけもうダメージというか入っちゃってるんですけど、これに関してもかなり、気に入って履いてます。これは本当僕がサラリーマン時代の時にも履いてた一足で、これオールデンですね。オールデンの、なんだっけ、一番ベーシックな、ラストのものです。これは まあ、コードバンじゃなくて、カーフレザーになってます。いいラストですね。そうだね、形がいいね。そこまでフォーマルじゃないし、カジュアルでもないしっていう、この中間地点なんですよ。これがすごいいいですね。というわけで、今回僕はこんな感じで、今日はこれから撮影しに行ってきます。まあ、全体的にね、なんだろう、まあ、グルカとオールスキンでかなりこうヴィンテージ感を出しつつ、まあ、30年代と、50年代のものになるんですけど、そういった中でこんな感じでね、まあ、自分らしくちょっとオーバーサイズに中に着て、まあ、こんな感じでね、レイヤードして着るっていうのがすごい好きなので、この30年代のオールスキンに関してもかなり丈が短く作られてるので、こんな感じでビッグティーとかでもかなり相性が合うと思います。で、まあ、ちょっと今日はちょっと位の高いようなちょっと、ね、かしこまったところに行くので、まあ、一応レザーシューズも入ります。次、キュウジ行ってみよう。どうも、キュウキです。では僕は今日はこんな感じです。ミリタリー全開ですね。今日ミリタリー全開ですてか、ミリタリーしかほとんどないんでもうこれ以外のやりようがないんですよね、正直。この間なんか質問でブランドとかレギュラー着るんですかって来たんですけど、もうほとんど着ないかもしれないですね。ジャケットはスウェーデン軍の M69 タンカースジャケットです。まあ、やっぱジップがかっこいいっすよね。まあ、これに関してはちょっと私物販売というか、キューティーのショップで品出しするものなので、後で詳しく紹介します。いいね、モールスキンっぽくてね。まあ、スウェーデンらしい、そうですね。ベンタイルのような、まあ、ベンタイルは言い過ぎだわモールスキンじゃない、かなり近いよね。綺麗な緑の色と、まあ、ジップのデザインが特徴ですね。パンツはベルギー軍ブラッシュストロークカモンM53 オーバーパンツですね50年代、うん、50s から60s に作られた一本ですね。まあ、かなりウィンドプルーフ素材でいいよね。つって履いてますね好きだね、サスペンダー。いや、なんかこのパンツ前つらないで履いてたんですけど、つった方がかっこいいことに気づいて、うん、いや、間違いない間違いない、かなりね、綺麗よ。最近つって履くのに気に入ってます。横見てみ、横、いや、良いね。
いいね、かっこいいかっこいい。それベルギー軍だっけか。ベルギー軍シューズ。あ、シューズはベルギー軍。やっぱ似合うね。靴下はイギリス軍。いつものね。いつもの。ああ、そのスタイルいいね。かっこいいよ、マジで。このカットソーもいつものやつ、うん、前紹介したやつ。結構、なんか前の動画見てくれて、で、あのミリタリアにこれ買いに来てくれた人もいたみたいで。そうなんだ、嬉しい。すごい嬉しいですね。ちょっと昨日ミリタリーの戦争映画見たんですけど、内容が重すぎて、ちょっとなんか今日ミリタリー着るのちょっと嫌だったんですけど、やっぱどうしてもミリタリーしか持ってないんで、ガッチガチでいいね。はい、ガチガチにミリタリーになっちゃいました。はい、こんな感じです、2人とも。というわけで今回は前に引き続き私服紹介になりました。本当にね、今ちょっと撮影前に、まあ、ちょっと時間あるんでサクッと撮影しちゃおうかなと思って、今回ちょっと気軽にね、やりました。本当にあのジャケットとか、パンツとか、キューティーのスウェーデン軍のジャケットとかはまたあの動画にして改めてかなり濃く、掘っていきたいと思うので、本当このグルカに関してはね、もうやっと手に入ったって一本なので、ぜひぜひお楽しみにお待ちください。それでは本日もご覧いただきありがとうございました。インスタグラムのフォロー、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。なんか今日星の玄関強いね。本当そう、うん、このメガネかな。このメガネに関してもね、ちょっと次のところでしっかり、紹介します。キューティーの私服のショップに関しては、まあ、これから、やっていくそうなので、ぜひぜひ、見てあげてください。それでは本日もご覧いただきありがとうございました。それでは。